雑貨をみんなを笑顔にするウィシンデザインホームセンター、改め雑貨屋大阪ウィシンの森田でございます。昨日ですね、パソコンでね、天気予報なんですけれども3ヶ月予報を見てたんですよ。そしたら平年並み、気温がですね平年並み、もしくはそれ以上になるかもしれないということでね、もうまた暑いのがやってくるのかと。暑い夏がね、暑いの好きなんですけど、暑すぎるのちょっとねやっぱり体に応えますよね。でやっぱり涼しくねしたくなりますよね、もう暑かったらね。で以前ね、だいぶ前にですね、こちらのね首掛け扇風機ダブルファンっていうんですけれども、これをね紹介させていただいたんですけれども、これがですねさらに進化しましてね、今年新しく登場しましたんで、それをね、今回ご紹介したいと思います。はい、それがこちらです。なんかねヘッドホンみたいな感じでね、かっこいいですよね。でネーミングがねダブルファンヨガシロッコ、ね、お値段の方が税込み3960円となっております。でちょっとねネーミングで引っかかったんですよ。シロッコって何って、シロッコってなんか全然ね、トロッコは聞いたことあるけど、シロッコって聞いたことなかったんでちょっと調べてみました。そしたらですね、はい、こちらがねシロッコファンっていうらしいんですよ。でまあこれが従来型のね、よくあるプロペラファンですね。これがシロッコファンで、イラストがすごい下手くそですけれども、まあ文字もね汚くて申し訳ないです。こちらちょっとイラストでは分かりづらいと思うので、水車の歯車あるじゃないですか。こうねぐるぐる回っている水車のね、あれと形がねよく似てますんで、あれをイメージしていただいたらいいんじゃないかなと思います。でシロッコファンの、メリットなんですけど、まあプロペラのねこのファンよりかは音が静からしいです。でまあ見た目がねプロペラよりかはすっきりしてて、まあ見た目がいいと。でこの構造がね丈夫らしいです。なんでまあ長持ちすると。で屋外の風の影響を受けにくいんだそうです、シロッコファンっていうのは。ね、やっぱり安定したね、風量を、まあ風ですね、安定した風を送り出してくれるので、このシロッコファンっていうのは非常にメリットがね多いファンとなっております。まあ唯一デメリットというのが、まあプロペラファンより空気を吸い込む力が若干ですけど弱いらしいです。まあ、デメリット1個に対してね、メリットこんだけあるんで、すごい素晴らしいね、ファンだっていうことは、まあ、これで分かっていただけたんじゃないかなと思います。では、早速ね、こちら、シロッコファン紹介したいと思います。はい、ほら、ね、なんか奥の方ですね、これ、水車の歯車みたいな、これがね、奥の方にある、これがシロッコファンとなります。で、こちらね、ちょっと隙間空いてるでしょ。こっから空気を吸い込んで、こっから風が出ます。はい。まずね、そうですね。まずこちら本体とですね、ちょっと付属品とか紹介したいんで、はい。でこちらがですね、充電コードですね。USB Type C となっております。で、こちら、はい、取扱説明書で日本語と英語両方ね、表記されております。でこちらですね、髪の毛が長い人用の、ゴム、ヘアゴムですね。女性の方とかね、このファンの中に、この中にね、髪の毛巻き込まないように、これを使ってください。はい。で、使い方なんですけど、これね、ぐにゃぐにゃ動いてですね、こういうふうに首にね、かけます。で、これで、こっから風が出てくるので、これでね、位置を調節、できます。これでね。はい。で、ボタンなんですけれども、これがね、電源ボタンと、風量、切り替えスイッチ、両方兼ねております。で、これがね、USB Type-C の充電のね、差し込み口になっております。ちなみにですね、これの、こういったものを使っていただいて充電していただくと、皆さんね、もうスマホとかをお持ちなんで、こういうの、家に1個はあるとは思いますんで、こういうのを使って、これで充電してください。
ちなみにこれは付属しておりませんので注意してください。はい、で、こちらまず風量なんですけれども、以前のねこのダブルファンは、3種類しかなかったんです、風量がね。微風、弱、強風、まあちょっとカタログに書いてあったのは微風、弱、強風って書いてました。この3種類しかなかったんですけど、こちらはですねリズム、微風で弱、中、強と5種類のね風が、風量が調節できます。では早速今からねちょっと体験したいと思います。はい、では電源入れます。はい、始まりました。まずはリズムからです。リズムはですね風が最初ねふわーっと強めに吹いたかと思うと、しばらくするとちょっと弱くなって、またしばらくすると風が強くなって、でしばらくすると弱くなるというね、こうリズムをつけながらの風量が、リズムっていう風になっております。結構気持ちいいですよ。爽やかな風っていうんですか、本当にね自然な風にちょっと近いようなね感じです。はい、これがリズムでした。次がですね微風です。あ、微風もいいですね。今ちょうど4月なんですけれども、まあ、4月のちょうどね、暖かい季節の時にはもう微風がぴったりなんじゃないかなと思います。で、次は弱ですね。はい。あ、弱もなかなかね、気持ちいいですね。ちょっと汗ばむぐらいのね、陽気の時とかなんかでしたら、もう弱はぴったりなんじゃないかなと思います。はい、次、中ですね。ああ、そこそこ強いですね、中ね。中は、そうですね、結構ね、暑い時とか、ちょっと汗ばむ時なんかには中いいかもしれないですね。はい、今日ですね。今日はもう、めっちゃ強いですね、風が。今もう寒いぐらいなんですけれども、もう炎天下の時とかもうね、最高気温がもうすごい時に、もうめちゃめちゃ高い時なんかはもう今日でないと多分ダメでしょうね。はい。もう本当に暑い時は今日がいいと思います。はい。以上ね、体験してみました。ちょっと5種類体験したんですけれども、個人的にはね、やっぱりリズムと、あと微風。こう優しい風がね、本当に心地よくていいですね。特にリズムなんかは、こう風の強弱があるので、本当にね、リズムをした、ね、この風量をリズムにしたままね、目つぶってると、多分寝てしまうんじゃないかなっていうぐらい気持ちいい、そういった風量でした。はい。ではですね、ちょっとね、これ、ダブルファンの、まあ、一番最初のタイプなんですけれども、まあ、これとですね、これをちょっと比べたいと思うんですが、先ほどね、これまあ見ていただいた通り、これプロペラですよね。で、これシロッコファンで、先ほど音が静かと、シロッコの方がね、それちょっと音をね比べたいなと思いますんで、ちょっと聞いていただきましょうか。初期のタイプはね、ここ長押しなんですよ。はい、これ今プロペラです。はい、ではそうですね、ちょっと弱でやってみたいと思います。どうでしょう、音。はい、もう一回やってみましょうか。まあ確かにね、こっちの方がちょっと気持ち静かかなと。あ、そうですね、なんか静かですね、こっちの方が。
はい、皆さんどう感じましたでしょうか。まあ、若干こっちの方がちょっと静かかなっていうようなね、感じは僕は受けました。はい。で、そうですね。あと、大きな違いなんですけれども、まあ、最初のね、一番最初のダブルファンはですね、電源ボタンがここ上についてるんですが、これはまあ先ほど見ていただいた通り、ここ横になってるのと、USB タイプ C に対して、これがね、タイプ B なんですね。で、電源の入り切りなんですけど、これ長押しなんですよね、両方とも。両方というか、こちらはね、長押しして電源が入って、長押しして電源が切れると。で、こちらの場合はそれが必要なくて、もうすぐこう1回押せばこうね、ただまあまあ切る場合は必ずね、こう5回こうしないと止まらないっていうのがあります。はい。まあね、今回はですね、ちょっとね、まあ、ざっくりとダブルファン、ヨガシロックをね、紹介させていただきました。まあ、詳しくはね、説明概要欄の方にですね、メーカーホームページの、リンクを貼っておきます。またね、当店ホームページの、ホームページにもですね、ダブルファンシロップのね、ついての記事書かさせていただいておりますんで、よかったらね、両方合わせて、見ていただいて参考にしていただけたらなと思います。はい、今回はね、以上となります。最後まで、ご視聴本当にありがとうございます。